次のエリアは青だけ連れていきましょう。うん、うん、これで体勢も揃いましたね。電気あいつずっといるよなもう無限湧きなのかな。笑えるぐらいいるけど100匹できます。うん、オッケー。青はたくさんいるからな。でもここのエリアはクリーチャーが多いから割とこういう時に限って出るなよ。オッケー、 オッケー、全員花にしました。これはめでたいな。もう道路工事済みなのでまっすぐ行きます。でシャッコがいるんで注意しましょう。一体一体確実に処理していきましょう。出てこないの。オッケー、そんな強くないです。おびき寄せてちっぱいな、このシャコ。オッケー、ニジンがいるとね全然。うん、もうそのまま行きましょうか。3匹やれたね。オッケー、であっちに入るわけね。オッケーオッケー。うん、どうしよっか。シャッコは回収しておくか、時間あるし。の前にあれを回収するのも良さそうですね。なるほど、順番だな。だんだんになってますね。うん、こういうことです。こういうことです。そこにはピクミン乗るっけ。あ、乗るね。オッケー、楽。うん、でここに乗せて、
納豆を拾っていきましょう。これでいいですね。そしたらね、こっち持っていきましょう。お、洞窟発見。ここがラストですね。ここも潜りたいとこだな。む、この縦穴、半ば水没しています。きっと内部は、私、デリケートな機械なので、水には浸かりたくありません。今回はお二人だけでお願いします。てん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 。あ、なんですか、その目は。わかりました。行きますよ。行けばいいんでしょ。まったく目が使いが荒いんですから。すまんな。すまん。だが、やっぱそこは行かざるを得まいよ。社長、二人でやつを倒しましょう。こいつは厄介です。そんな強くないですからね、社長こいつ。今あったような気がするんだよな、私は。上にあるな、一個。厳しいかな。まあ、とりあえずもう一つダンジョン潜りますかね。オッケー。なんか青ばっかり増えてる気がするが、まあいいか。100ポコ、13,999。マッサージ腹巻き。危なくない？結構とんがってるよ、バリ。バリ気をつけてね。バリにバリ気をつけろっつってな。さあ行きましょう。どっかに忘れ物した？あ、いるね。行きがてら回収して穴に潜りましょう。やっぱラストはね、ちょっと高難易度ダンジョンなので、できればみんな花で行きたかったけど、まあしゃないな。時間がね、余裕があるんで。あ、でもさっきあったな。多分行けるな。花にしてから行くか、入るか。これで書いてあり、オッケー。これで100匹です。オッケー。そしたらね、10カウントで入ってもいいな。
これはあの、なんか、なんだろう、鉄なの、なんだろうね、これね。なんか蜜が出る岩みたいなやつです。OK。そしたらこれ入りましょう。